黒田治高は、筑前国福岡藩八代藩主。佐抜国多津藩主、京国高が喜びの名の男。母は、後継の側室で、林大右衛門の娘、武家言武器院。藩には、十四し下、自重、筑前神。陽名はまた八。署名は、京国高行黒だけでは、 河の字を通じに用いているので、黒だけに、養子入りしてからも1ヶ月ほどは解明せずに同じ、意味名で、黒田隆行と名乗っていた。その後に、おさむだかと解明する。法暦を年5月28日、丸亀町にて生まれた。天明元年2月2日、福岡藩主、黒田春行の末期養子として、家督を相続した。同年2月18日、将軍、 徳川家春に、おまみした。同年3月7日、14にした、自重、筑前神に除任し、養父、春行と同じく家春より返帰を受けて、おさむだかと改名する。同年3月15日、初めてのお国入りの許可を得る。同年5月に、領地福岡に入ったが、同年8月21日に、福岡城において死去した。29歳。なお、 幕府には10月24日死亡と届けた。孔子は、生前に、仮養子として指名していた、一橋徳川家当主、徳川春貞の三男、正之助を末期養子に迎え、京国家からの藩主は一代限りとなった。先代、黒田春之の子女は創生して残っていなかったため、黒田家と同じく、宇田源氏佐々木流を称する同族京国家から養子を、迎えたという。 黒だけでは、おさむだかを、三代、三幸の娘、竹姫の子孫として養子にもらい受けたというが、京極家の記録では、実際には、血筋は繋がっていない。丸亀藩主、京極高豊の系質の一子は、竹姫の娘で、嫡男の京極高持を設けたが、たどつけ初代で、おさむだかの実祖父の京極高通りは高豊が、側室との間に設けた諸子である。 なお、おさむだかのジップ境国だ喜びの性質は、くるり藩主、黒がなおずみの娘であるが、こちらの黒だけは、福岡藩黒だけとは別系統であり、かつおさむだかは、性質の子ではない。ありがとうございます。